XTS は GM が製造、キャデラックブランドで販売していた自動車である。STS と DTS の統合、後継車種として開発され、2010年のデトロイト賞で発表された XTS プラチナコンセプトを源流とする。その後、2011年のロサンゼルスオート賞で市販型に手直しされたものが発表され、2012年5月より北米市場で発売を開始。 追って、中国市場と日本市場でも発売された。かつて、日本では、ヤナセの子会社である、ヤナセグローバルモーターズが輸入する形で販売された。シボレーインパラや、ビュイックラクロスと共通の、イプシロンアーキテクチャと呼ばれる、イプシロン2プラットフォームを採用。FF レイアウト自体は、DTS と同じであるが、STS の後継という側面で見た場合は、背ビル以来である。 エンジンは LFX と呼ばれる V6.36 リットル直噴 DOHC が搭載。すべてエンジンに可変バルブ機構が備わる。トランスミッションについてはすべて 6AT のみの設定となる。グレードはスタンダード、ラグジュアリー、プレミアム、プラチナムの4種類で構成されている。インテリアの最大の特徴として、 SRX で先行発表された Q が予想はある。これはオーディオやエアコン等の操作をモニターを介してスマートフォンのように操作できるシステムであり、加えて Q の場合は決定時に警備が振動を与えることでよりわかりやすくしている。安全装備としては衝突の危険を日本仕様では最上級グレードのプラチナムのみが導入され、 駆動方式は FF のみで、ナビゲーションシステムはオプションとなっている。しかし、左ハンドルのみしか導入されず、右ハンドルの設定があったセビル並びに STS からの乗り換えについては、操作系統が異なるために抵抗を感じてしまい、乗り換えが進まず、発売当初から販売不振が続いており、2014年末をもって販売終了となった。 後継モデルは、キャデラック CT6 である。XTS プラチナムコンセプト前期型プラチナム、前期型プラチナムリア中期型、リア後期型後期型リア。ありがとうございます。